おはようございます、ぐちです。はい、みろすけです。本日もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。うわー、すげえ風や、すげえ風、うわすげえ、うわドアドア、いきなりすげえ風や。本日は2月の18日金曜日、平日でございます。で、今日はね、ハンターカブで何をどこに行こうかというと、平日に休みが取れたのでキャンツーに行こうと思います。キャンツーです。今年の抱負、キャンツーに行ってみたいと思います。はい。で、今日はですね、先日この動画が上がる前には多分公開されていると思いますが、タナックスさんのキャンピングシートバッグ2、これを購入しまして、はい、そいつにたんまりソロキャンプ用の荷物を詰め込みましてお出かけ中です。平日だからこそ日頃土日に行けないようなキャンプ場に行こうと思いまして、思い当たる場所が1箇所だけあったので、その1箇所に行ってみたいと思います。前回ね、普通は行け行ったんですが、ハンターカブで一発目に行くならやっぱりここでしょうと、このキャンプ場に行かねばならぬでしょう、関西に住んでたらということで、京都府にある笠置キャンプ場に行ってみたいと思います。関西のキャンパーの聖地、ライダーでいうとハリテラスみたいなもんかな、ハリテラスのキャンプ場版が笠置キャンプ場ということで、横はね、結構何とも通っていて、あ、ここ笠置キャンプ場ねみたいなのが結構動画に出てたんですが、今回初めて笠置のキャンプ場に行ってみたいと思うわけですよ。えい、エンジンブレーキ聞けや、ウィーン、ハンターカブ悲鳴上げとる、ハンターカブが悲鳴上げとる熱い、ケツ熱い、何これ、ケツ熱っ、ケツ熱っ、あれ、たん、これ小瓶のシートほんまに緑色か、横から見ましょうか、緑色かほんまに、これオレンジです。赤、オレンジ、緑、あ、これか。回転数が上がったら温度が上がるという噂は本当なんやな。上がったのめっちゃ熱くなったよ、さっきのエンジンブレーキビューンって回ったけど、すげえ熱かったまあ、笠置キャンプ場自体はね、この163号線まっすぐ行くだけですと、うん、で、なんかまあまあちょっと下調べをしたのですが、うんうん、何やら、あの川の近くにあると川辺にあるよというのは知ってます。まあ誰でも知ってるかな。で、あの、そうそう、笠置キャンプ場川辺以外ですけど、 なんかね、あの、事前に連絡したら、はい、笠置キャンプ場自体には、あの、薪は売ってませんと、うん、で、笠置キャンプ場自体には薪は売ってないんですけど、笠置キャンプ場の隣に薪を売ってる店があると。はい、どういうことやねあれか、あれか、あの、パチンコ屋の横で鉛を買い取ってくれる人がいると同じやつだな。まあ、それと同じかどうかあれですけど、あの、笠置キャンプ場自体は市営なんかな、公立のキャンプ場なんかな、なんで、あの、あんまり利益を出したらあかんということで、はい、あんまその物販売、物販販売みたいなことはやってないらしくてですね、うん、まあ、その代わりに、まあ、隣で薪を売ってるお店があると。はい、で、まあ、そのある種公認の薪売り場らしくてですね、うん、そこで薪をそこで手に入れようと思います。ところが、あの、その店のことをネットで調べるとですね、うん、あの、その店をネットで調べたところ、うん、あ、土日は空いてるが、うん、平日はまれに休むと、うん、どういうことだよね。まあね、それはね、土日は人来るけど平日来ないからね、分かるんだが、まれに休んで、ランダムに休むということで、今日休みやったら困るんで、昨日電話して、明日は店空いてますかと聞いたところ、はい、明日は空いてますよと、ただ今日は空いてませんと、出たぞみたいな出たよ、今日、いや、木曜日に行ってたら空いてなかったとかだな、電話対応しかやってませんみたいな、はい、こういうことかそういうこと、こういうことか。まあ、でも金曜日はさ、
金曜日から土曜日に向けて泊まる人がいるからな。うん、多分ね。金曜日は土日と同じ扱いでしょう。なんで今日は薪が売ってるらしくてですね、なんていう名前だっけ、 M5 さん、うんなんだっけ、 M5 じゃない、 M5 さん、うん、何の略か分かりませんが、でね、ついでに、ね、他に何が売ってるんですかみたいな、で聞くと、キャンプに必要なものは大体何でも売ってますというご返事いただきまして、テントと何て言ったっけ、寝袋以外はあります。そうね、テントと寝袋以外は大体キャンプに必要なものありますよってことなんで、まあテントと寝袋さえとりあえず買って持ってくれば、まあ、なんとかなるのかなと、うん、でなんか夏はかき氷とかねやってるのと、予約をすればバーベキューセットも手に入るのかな、うーんっていうのはなんかネットで見ました。薪も今回ね、薪も売ってるらしいので、そこで薪を買います。でね、他のキャンプ場ってあんまり行ったことないんですけど、靴は池とかしか行ったことないのがあれですけど、うん、あとチラトとか、うん、しかないんですが、浅い経験値で言うとですね、はい、その M5 さんはですね、どうやらですね、うん、決済方法がペイペイが使えると現金じゃなくても買えますよということなので、電子バーコード決済か、ペイペイみたいなバーコード決済を日頃使っている人も安心して薪が買えるそうです。買えるかどうか確かめてみたいと思います。はい、ということで今日はね、とりあえずなんか寒い、なんか笠木のあたりはなんかマイナス、深夜がマイナスだったらしくて、ちょっと凍ってないかどうかが心配なんでね、凍結しないかどうかが心配ですけど、はい、まあ今日も元気よくね、元気よく、キャンプを楽しんでいきたいと思います。はい、ちょっとカーロンチャンネルがしばらくちょっと今年はキャンプ動画を上げていきますので、キャンプに興味のある方、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。でバイクでね、キャンプに行くことが多いと思いますので、同じようにバイクでキャンプに行きたいなと思っているそこのあなた、あなた、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。まだまだね、結構チャンネル登録せずにですね、動画を見てくれている人が多いらしくて、うん、新規の方、ポチッとやっていただけると、まあ、やる気が出ますので、ポチッとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。はい、それじゃあ笠木まで一気に行ってみたいと思いますので、また後で。はい、もうそろそろ見えてくるんじゃん、これ曲がったところかな。あ、見えた、もういるで、人が。まばらやね、でも。まばらやね、いつも見る風景と違うね。いつも凄まじいから。すげえな、人。